ち込みよ。逃げなきゃ助からねえんだ。ダメだ、体がよ、全然動かねえ。バカ言ってんじゃねえよ。敵は倒したんじゃねえか。第一支柱に一斉崩壊よ。麦わらのルフィを直ちに抹殺せよ。ルフィが危ねえ。ルフィ、ルフィ立って。何か手はねえのかよ。下を見る。誰だ、誰なんだよこの声。誰、なんだこりゃ。下を見ろって。海へ飛べ、海へ。ルフィ、ルフィを海へ落とせるか。任せて。海へ、海へ、海へ。メリーゴーに乗り込め。メリー、迎えに来たよ。じゃあいいか、みんな。メリー、海底は暗くて寂しいからな。俺たちが見届ける。ウソップはいなくてよかったかもな。あいつがこんなの耐えられるわけがねえ。どう思う？そんなことないさ。決別の時は来る。男の別れだ。涙の一つもあってはいけない。彼にも覚悟はできてる。長い間、俺たちを乗せてくれてありがとう、メリーゴ。みんなを遠くまで運んであげたかった。ごめんね、ずっと一緒に冒険したかった。だけど僕は。ごめんするなら俺たちの方だぞ、メリー。俺家事下手だからよ。お前を氷山にぶつけたりよ。本も破ったことあるしよ。ゾロもサンジもアホだからいろんなもん壊すしよ。そのたんびウソップが直すんだけど下手くそでよ。ごめんすーなら。だけど僕は幸せだった。今まで大切にしてくれてどうもありがとう。僕は本当に幸せだった。ある拳は防ぐすべなし。じいちゃん目を離してみればこのざまだ。赤髪に毒されおってくだらん。
シャンクスは俺の命の恩人だ。悪く言うな。じいちゃんに向かって言うなとは何事じゃ。いやー、ごめんなさい。ダメだ、あのじいさんに対する闘争心はすでに折られてる。じゃあどうすりゃいいんだよ。みんな今のうちに逃げるぞ。おお、いかんいかん、寝ておった。お、ルフィはどこじゃ。まだ話は終わっちゃらんぞ。みんな見て、海軍が持ってたこの手配書、全員の首に賞金がかかってるわ。うわあ、上がった。狙撃キングにもついてるぞ。可愛く撮れてるからそれはいいけど、とうとう私も賞金首か。誰だ、なんで俺だけ選んだよ。これのどこが俺だ。笑われるんだ。俺は世界中のレディーから。俺だって海賊だぞ。ちゃんと男らしく戦ったんだ。物申すぞ、五十ベリー。まあ次頑張れよ。フランキー、このパンツ返してほしけりゃ俺たちの仲間になれ。バカ言え、パンツ取ったぐらいで。そもそも俺は船大工を辞めた身だ。だからそいつは俺の作る生涯最後の船になる。念願だったんだ、それこそが夢の船だ。待て、フランキー。こいつはまだお前の言う夢の船にはなってねえはずだ。出航していくつもの海を越えて、幾度もの戦いや困難を乗り切り、海の果てへ到達した時、その運命の日を見届けた時に初めて夢の船になるんじゃなかったのか。やりてえことが変わったんだ。やりてえこと？それは違う。お前が今この島でやってることは全て償いだ。もういい加減に自分を許してやれよ、フランキー。振り絞って一生懸命考えたんです。子分どもに敷かれたレールを棟梁の俺が歩けるか。申し訳ねえ、でも少しぐらい考えたらダメですか。俺たちみてえなゴロツキを拾ってくれた大恩人のあんたの幸せも考えたらダメですか。修理しかできねえ素人どもめ、これだけ立派な船に大工の一人も乗ってねえとは船が不便だ。仕方ねえ、世話してやるよ。おめえらの船の船大工、このフランキーが受け負った。やったちょっと行ってくらー。
今すぐ迎えに行こう。待てよ、お前ら。誰一人こっちから迎えに行くことは俺が許さん。間違ってもお前が下手に出るんじゃねえ、ルフィ。俺はあいつから頭下げてくるまで認めねえぞ。いいか、お前ら、こんなバカでも肩書きは船長だ。船長が威厳を失った一味は必ず崩壊する。今回の一件に何のけじめもつけずうやむやにしよったんなら、それは俺が絶対に許さん。待ってよ、ゾロ。確かにあいつも悪いとこあったけど、それは帰ってきてから言いたいだけ言えば。一味を抜けるってのはそんなに簡単なことなのか。俺たちがやってんのはガキの海賊ごっこじゃねえんだぞ。ウソップの第一声が深い謝罪であればよし、それ以外ならもう奴に帰る場所はない。そうだな、一度は完全に別れたんだ。黙って待とう、ウソップを。本当に別れようってんだな。そうかい、もういいよ。それなら最後に一つ言わせてもらうぞ。ごめん、一緒あってごめん。俺が悪かった。今さらみっともねえんだけども、俺一秒やめるって言ったけど、あれ取り消すわけにはいかねえから。ダメかな、頼むからよ。お前らと一緒にいさせてくれ。もう一度俺を仲間に入れてくれ。サウザンドサニーか、いい名前だ。名前が決まると執行の気が引き締まるもんだな。よろしくな、サニー。さあ行くぞ、驚異の緊急加速装置クウドファースト。うおー、やりよう。メリー号にできてる。この船にできないことは何一つない。だが、あの船の勇敢な魂、このサウザンドサニー号が継いでいく。今日からこいつが、おめえらの船だ。